おはようございます。じゅんやです。りんご酵母パン焼いていきます。りんご酵母はいつものりんご酵母、冷蔵庫で冷やしていたものを使います。焼き上がり時間が午後3時53分。焼く前にですね、うちのこのホームベーカリー、蓋のところにもう一つ蓋があって、そこに、ナッツとかレーズンを入れて、発酵が終わった段階かな？その段階まで来ると、このポケットの底が、蓋が開いて、で、ナッツやレーズンが発酵が終わったパン生地の上に落ちるという仕組みになってます。そして、イースト菌もこのロート状のところに入れるようになってます。というところで、今日のりんご酵母パン、うまく焼けますように。焼き上がりが午後3時54分。はい。それでは、いってらっしゃい。寒いな。じゃんと、北海道のジンギスカン専門店なまらからお肉が届きました。これで2回目。それではオープンです。じゃ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 んと。でっかいブロック状なので、こんな感じで切ってくださいっていうガイドです。これがめちゃうまなタレ、あっさりとスパイシー2種類のタレがついています。そして、出てきました。じゃ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 んと。これがジンギスカン専門店なまらのジンギスカン。結構でかくて重い。でっかいジンギスカンの肉が2つ入ってます。これは冷凍室に入れておいて、食べるときに解凍して、そして好みの厚さに切っていただきます。で、このなまらのお肉と前回と前々回食べた原田畜産のジンギスカン、両方ともなんて言えばいいのかな。ラム肉特有の独特な香りがなくて、あっさりと食べられたんですよ。で、それをツイッターで書いたら、北海道出身の知り合いが、ラム肉独特のあの香りも味の一つだよ、なんてことを書いてたんですよね。それで思い出したんですが、何年か前に北海道旅行に行った時、ジンギスカン専門店の、だるま思い出した。あそこで食べたジンギスカンもめちゃめちゃ美味しかったんですよ。で、だるまって店内がラム肉独特な匂いで充満していて、で、お腹いっぱい食べて、ホテルに戻った時に、脱いだ服がもうだるまの店内の匂いがもう、染み込んじゃってるようなぐらいについちゃってて、でホテル備え付けのファブリーズを使いまくったってのを思い出したんですよね。ってことは、そのラム肉独特の匂いも全然味としては気にならないのかなと思うと、独特な匂いがないから美味しいっていうことでもないんだろうななんてことをちょっとぼんやりと考えたりなんてことをしていました。よくわからないことを喋りつつも、これを早速冷凍室に入れないと溶けちゃうんで、冷凍室に保存しておきます。今日のコーヒーはこれにします。コーヒー豆専門店イーストのオリジナルブレンド。15g が意外に難しい。ちょっと入れすぎた。まあこれぐらいでいいか。フォーレックスの引き具合は、前と変わらずなので16のはず。そろそろバッテリー切れそうですね。これ何気に USB-C で充電できるんで結構便利です。それではコーヒー豆専門店イーストのオリジナルブレンドいただきます。うん。美味しい。USB-C の充電を取り付ければ充電開始です。今日のおやつはローソンのうちカフェと生クリーム専門店ミルクとのコラボ商品。ミルク台湾カステラバナナ入りです。めっちゃ甘そうです。けど、めっちゃ美味しそうです。それでは、いただきます。めっちゃ美味しいです。これ、完熟したバナナが入ってて、濃厚な味わいです。もちろん、コーヒーに超合います。ローソンうちカフェと生クリーム専門店ミルクとのコラボ。ミルク台湾カステラバナナ入り。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと気をつけないと手にクリームがついちゃうぐらいクリームたっぷりでした。11月のワインツーリズムと12月の福島旅行でなんかいい動画が撮れればいいかなと思って借りた ZV-1 とこのグリップ。そろそろ返却しなきゃいけないんで、まとめなんかを述べようかと思います。と言っても偉そうなことは言えないんですけどね。そして ZV-1 が発売されてもう1年半ぐらい経つんでしょうか。今更なんかレビューとかってこともできないんで、自分なりに使った感想を述べようかと思います。本当ならばっていうか、当初は S ログで撮影してカラーコレクションとカラーグレーディングなんかをやろうかと思っていたんですが、そもそも S ログの概念もあんまり分かっていなかったんで、ダヴィンチレゾルブでカラーコレクションとカラーグレーディングをいろいろ試していたんですが、なかなか好みの色が出なくて断念しました。で、どうしていたかというと、PP10HLG で撮影して、ダヴィンチ側ではカラースペース変換っていうのを行っただけでした。それをやって、なんかそこそこ自分好みの色が出たかなっていうところで、まあ、自分なりの ZV-1 はこれ以上は使いこなせないだろうなと思って、ずっと PP10 で撮影していました。で、やっぱり皆さん言ってる通り、このコンパクトさっていうのはかなりメリットで、ちょっと出かける時もこの ZV-1 とこのグリップのセットをカバンの中に入れて出かけていました。ZV-12 ヶ月使ってきて、あんまり有効に使えたかどうかはわからないんですが、結構楽しく撮影できましたよってことです。さあ、ということで ZV-1 返却します。次どうしようかな。次何か借りようかなと思うんですが、α7C とかどうかなと思ってるんですが、ZV-1 でも全然使いこなせていないんで、いきなり α7 シリーズにステップアップしても、またうまく使いこなせないんじゃないかなと思うんですけれど、どうでしょうね。その前にどっか何かを撮影するっていうこともそんなにないと思うんで、しばらくは先の話になると思うんですが、いろいろ考えてみます。ということで ZV-1 楽しく使いました。リンゴ酵母パンが焼き上がりました。あれ、まだちょっと若干煙が出てるな。焼き上がった直後なんで、まだまだ煙が上がってます。はいはい。はい、それでは今日のリンゴ酵母パンの膨らみ具合はどんな感じでしょうか。それではオープンします。いざ、オープン！じゃーん！おっと、今日も結構膨らんでます。いいですね。いいですよ。こんな感じですよ。リンゴ酵母パン。このリンゴ酵母、すごい調子がいいです。冷やしていてもこの膨らみ。今日のリンゴ酵母パンは大成功ですね。今日の Vlog はこの辺で終了ですね。今日も Vlog 見ていただきありがとうございます。よろしければ高評価とかチャンネル登録もお願いします。ではでは、リンゴ酵母がバイバイしてます。ではでは。